はい私ボイストレーナー内雄一がいつものボイストレーニングでの生徒さんとのお話の中からですね皆さんにこっそりといろんなお話をお届けするボイトレ内緒話の動画を今日も上げさせていただきますけれども私は、まあ、ボイストレーナーという、ね、お仕事をしているので、まあ、もちろん皆さんの歌もそうなんですけれども声の出し方にはです,、ね、すごく、まあ、興味があるというかもう気になるんですねもうそういう職業病だと思いますけれども。 えー、よくレッスンの中でですね、いい声を出す人の例として、もちろん、えー、歌手の人たちのこともいっぱい言いますけれども、あの芸人さんたちの声の出し方というのはね、実は素晴らしいなと思う方が多々いるんです。はい。でその中でもですね、最近皆さんもバラエティ番組でよく見るんじゃないですかね。おいでやす小田さんという方がいらっしゃいます。 はい、昨年の「m 1グランプリ」で準優勝おいでやすこがという、まあ、2人組で、えー、出まして、ね、このもともとお二人はねピン芸人同士だったんですけれども2、えー、人で組んでもうまさかの大波乱と言っていいと思いますもうあわや優勝かというぐらいね爆笑をかっさらっていたおいでやすこがのお一人おいでやす小田さんややこしいですけどでこの方が、えーまあ、皆さん見たことあると思うんですけどどういうネタというかねどういうキャラクターかというと。 基本的にでっかい声でツッコミを入れるというですねしかもとんでもないでっかい声ですよなんでやねんみたいなちょっと私も関東の人なんで申し訳ないですけどね偽関西弁で申し訳ないですが、えー、そういう声の出し方を、ね、ずっと、えー、出演されるときはしてるんですけど私の個人的な見解ですよおいでやさおださんものすごい私はすごい好きです で、えー、その言うね言葉のチョイスもすごい好きなんですけれどもあの絶叫ツッコミと言われているねあの大きな声というのが多分ね今の時代に合ってるというところも私はあると思うんですねボイストレーナー的な感覚でいうと。どういうことかというと皆さんもね、えー、コロナというものがまあ世の中に流行ってしまってもう1年以上経ちますけれども。 今もね、皆さんずっとマスクでの生活をされていると思いますでマスクをするということは、えー、みんなにあまりこう飛沫を飛ばさないように、えー、ご飯を食べる時ももう黙って食べましょうとかね、えー、いうふうにもう言われて1年経つわけですけれどもやっぱり人間というのはですね皆さん最初生まれた時におギャーと大きな声でこう泣き叫びながら生まれてきてる方がほとんどだと思うんです。ということはこ,このように生まれた瞬間は 大きな声で泣き叫ぶところからスタートしてるわけですよとなるとですねあの解放感というのはやっぱり体のどっか本能的に残っているんじゃないかなとあの気持ちよさというんですかねでまあちっちゃい頃はね、えー、どこに行ってもこう大きい声でわーっと喋ったりしますけど小学校中学校とね団体生活が増えていくとですねこの場の空気を読んであんまり大きい声で喋るってことをしなくなってくるわけです。それはは大人ににななるためにはもう必要なことだとだ思うんですけども でもどっかでやっぱりそのおギャーから始まってる私たちですから大きな声をわーっと出したいから例えばカラオケに一人で行って熱唱する方もいれば大好きなスポーツねえー自分の好きなチームだったり選手を応援しに行ってうわーっと熱狂するとか。 それからまあお酒が好きな人はお酒を飲んでその場でみんなでうわーっと盛り上がるとかっていう何かしらの理由をつけてですね大きな声を出すということを皆さん定期的にするとよくカラオケでも飲み会でも行くと皆さんねストレス発散という言い方をしますけれども。 多分ねその大きな声出すっていうのは人間の本能的なものでなんかあるんじゃないかなと私はまあ個人的な見解ですけど思うんですね。たださっき言ったみたいにコロナで皆さんこう大きな声を出さないようにしましょうというふうにされてる中にああいうおいでやす小田さんみたいにですね絶叫してくれる人が出てくるとですね自分たちのどっか本能の奥底でスカッとするんじゃないかなと、えー、私はそんなふうに思って見てるんです。 えだからもうもはやあの小田さんがチョイスする言葉も面白いんですけどもう内容云々というよりかはおっきな声で叫んでほしいみたいなのの今全日本の国民の全はちょっと言い過ぎですけどえたくさんの国民の自分の中でおっきな声出せないもやもやをですね小田さんが叶えてくれてるぐらいな言うとちょっと大げさかもしれないですけど。 それまあ,あの人によってはねうるさいって言ってこうねチャンネル変えちゃう方もいるかもしれないですけどでもね小田さんを見てるとちょっと私はね、えー、なんかこう皆さんの奥底にあるモヤモヤを解消してくれてるい、まあ、わば救世主なんじゃないかなとちょっと持ち上げまくってますけどそんな気すらします。 はいなのでまあ,あの先ほど言ったカラオケだったり、えー、スポーツ観戦だったりねそれから飲み会今はちょっとね難しい時期ではありますけれども、えー、そういうことが今できない時期はですねあって頑張ってその声を張ってくれてる芸人さんを見て皆さんちょっとすっきりするなんていうのももしかしたら、えー、ストレス解消になるかもしれませんということで、えー、今回はですねちょっと切り口を変えてお笑い芸人さん特に最近おいでやす小田さんの、えー、声というものについて。 はい、その意味についてですね、ちょっとお話をさせていただきました。皆さん最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。